将来危険です。成績アップ、受験に合格、子育ての悩み解決、家族で笑顔に、思春期の子育てアドバイザー道山圭、思春期の子育てチャンネル。子供についいろいろ言ってしまう、まあこれは親としてね、どうしてもお子さんのことが好きだからこそ言いたくなる気持ちはね、すごくわかります。ただあまり言い過ぎてしまうと、いわゆる過干渉になってしまうんですね。で、過干渉になると子供の人生というのはもう間違いなく悪い方向に進んでしまいます。そこで今日は過干渉になると子供の未来がどうなるかってところをお話ししたいと思います。この内容を見ていただければ、よし今日から過干渉ちょっとやめようっていう風なね気持ちになれると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ最初にですね、過干渉とは何かってところからお話ししたいと思います。まあ子育てをしていく以上ね、子供に何か言うってことは別に悪いわけではないんですよ。例えば宿題をやっていない子に対してね、そろそろ宿題やりなよとか、いい宿題終わったっていう風に声をかける、これ別に1日まあ1回ね、こういった声をかけるからいきなり過干渉というわけではありません。大事なのは子供がどう感じているかなんですね。例えば、じゃあどうって話をしたとしてね、子供がじゃあ今からやるねって言って成り立っていたら、これは全く問題ありません。ただですよ、極端な話、1日100回宿題やったの、宿題早くやらなくていいの、そろそろやらなくていいのって言ったら、どんな子だろうとうるさいってなると思うんですよ。これは明らかに言い過ぎですよね。このように子供からするとうるさい、もうこれ以上言わないでほっといてって思う、レベルまで親がああしろこうしろって言い続けていたら、これは過干渉になってしまうってことですね。で、こういった話をすると、じゃあ道山先生と、子供に対して何も言わなくていいんですかって言うとですね、これはこれで違うんですよ。今から言う3つのこと、これについては、過干渉とか関係なしに普通に言わないといけません。何かというと、一つ目がですね、まあ、人に迷惑をかけることですね。まあ、わかりやすいのが、例えば電車の中でね、大きな音で、なんか音楽を聴いていると、人に迷惑をかけていますよね。これ子供に、じゃあ、言ったらね、子供がね、うるさいって言うから言わなくていいかっていうところはまた違いますよね。ダメなものはダメってやっぱ言わないといけないからです。あとはそれ以外にね、法律とか、ルールに違反すること、これもそうですよね。まあ、子供が例えば、じゃあ違反服を着て、学校に行きたいって言ったとします。でも学校のルール上、やっぱ制服で行かないといけないっていうルールがありますよね。これを破って子供が言っているのに、ほっといて俺は一人でやる、自分のやりたいようにやるからって言ってほっとくっていうのは、これやっぱ違いますよね。ダメなものはダメっていう風にやっぱ言わないといけないからです。あとは人を傷つけること、まあ、例えば、いわゆる親に対してね、なんか暴力を振るってしまうとか、これ親を傷つけてますよね。これもやっぱ良くないよね。ダメなものはダメって言わないといけません。ただそれ以外のこと、先ほどの宿題とかに関しては別にどれかに当てはまるわけじゃないですよね。まあ、別にその先いずれ困るのは子供自身で、別に親がね、別に言わなかったとしても何か大きなトラブルになるわけではない。そういったことに対してはあまり言い過ぎないようにするってことがまず大事になります。では過干渉の子育てをすると子供の人生ってどうなってしまうのかってところでお話ししていきたいと思います。まあ、まず一番わかりやすいのが親子関係が悪くなりますよね。まあ、お父さんお母さんが言い続けていたら子供との関係は悪くなると思います。で、その結果今から言う3つの、まあ、悲劇が起こります。まず一つ目は何かというと、自立性がなくなるということです。これどういうことかというと、まあ、お父さんお母さんがね、あれしなさいこれしなさいって言うと、子供は徐々に何も考えられない子になっちゃいます。つまりもうこれはお父さんお母さんがやってくれるでしょ、これは、言ってくれるからやろうねっていうような発想になってしまうので、もう自分が自ら進んでやろうって気持ちがなくなってくるんですよね。そうするとこれ小さいうちはいいですよ、まあ、お父さんお母さんがやってあげれば。でも社会人になってから自立できなかったらですよ、まあ、親がずーっと面倒見ないといけないですよね。これはすごくね、子供にとっても親にとってもね大変なことかなと思います。で、二つ目はですね、挑戦できなくなるっていうのもあります。これどういうことかというと、まあ過干渉ってね、言い換えると子供がこっちに行きたいって言っているのに親がこっちに行った方がいいよってことで、子供の意思を、まあ、親がコントロールしちゃってるような状態ですよね。やりすぎ、まあ多少は先ほども言いましたらいいよって話をしたんですけど、やりすぎると過干渉になってしまうよってことはですよ、子供は右に行きたいと言っているのに絶対親が左に行けって言うだろうなっていうような発想になっちゃうんですよ。ってことはですよ、子供は自分が本当はやりたいこととか本当は挑戦したいことがあっても、まあ、それを親に言えないがために挑戦を諦めるってことがたくさん出てきます。これがどんどん積み重なっていくと、まあ、いずれ何にも挑戦できない子になってしまいますよね。だからまあ夢が見つかっても叶えられなくなったり、そもそもやりたいことがあってもそれに挑戦できなくなってしまうってことが起こります。で、最後3つ目、何かというと毎日の人生が楽しくなくなります。まあ、これは今の2つのね、まあ、副次的な効果みたいなものなんですけど、まあ、例えばやりたいことが
あってもやれなかったんですよ。これ楽しくないですよね、そもそも。しかもまあ親子関係が悪かったら人生も楽しいとも思いませんし、さらに自立性がない、まあ何でもかんでも自分でできなくてね、親にやってもらわないとやれない人生もやっぱ楽しくないですよね。だからつまり過干渉の子育てをしてしまうと結果的にですよ、本当は親としては子供の未来を明るくしたいがために干渉しているのが、かえって子供の未来が暗くなってしまうってことなんです。だから過干渉をやめた方がいいよっていうのはこういった流れになります。じゃあどのようにしたら過干渉をやめられるのかというと、もう簡単です。今から言う3つのことだけ意識してください。そうしたら必然的に過干渉はやめられます。1つ目は何かというと、もう子供の人生は子供が決めるものだよっていうふうに考えてください。まあ例えば、親としてはね、本当はこうした方がいいと思っていたとしてもですよ、でも結局その道に進むのは子供じゃないですか。だから親は一言ね、お父さんだったらこうした方がいいと思うよ、お母さんだったらこうするかなっていう話をしてるぐらいはいいんですけど、最後どうするかは基本的に子供に決めさせるって発想を持ってば基本的に過干渉になりません。まあ、よくあるのが進路ですよね。子供は工業科高校に行きたいと言っている、親は普通科高校に行かしたいと思っている、意見が割れた時に、まあ親はね、私だったら普通科高校行くかなって話はしてもいいんですけど、最後どこに行くかは子供に決めさせてあげないといけないってことですね。で、二つ目は反抗は過干渉のサインだというふうに考えてください。例えば何か親が言い過ぎていたら、いずれ子供はね、うるさいとか、黙っといてとか、うぜーとかって必ず何か言うんですよ。反抗がひどくなります。で、これが出てきたら、あ、なんでうちの子こんな最近反抗するんだろうって思うんじゃなくて、あ、しまった、私過干渉になってるかもっていうような発想にしてみてください。そうするだけで、まあ自分のね、この向き合い方をちょっと一旦振り返れますよね。まあもちろん子供が理不尽にね、なんか反抗しているものに関しては良くないよって言わないといけないんですけど、まあ自分のね、過干渉で子供が反抗しているんだったら、そこは改善してあげると、ことが必要です。最後3つ目はですね、自分がされて嫌なことはしないようにしてください。先ほどの進路とかもそうですよね。自分は、工業科高校に行きたいと思っているのに、親が普通科高校に行った方がいい、絶対行きなさいっていう風に反発されたら、やっぱ自分だったらされたら嫌ですよね。だからそういう自分がされたらどうかな、今の私の行動って自分だったらね、どう感じるかなってことをちょっと考えてみると、過干渉になっているかどうかっていうのがね、わかるかなと思います。はい、ということで今回はですね、過干渉になると子供がどういった未来になってしまうのかってお話をしました。まあ過干渉にならないね、基本的なね、子供が望む、子供の未来が明るくなる子育て法については、私が無料で配信している思春期の子育て講座、この動画の右上から、もしくは概要欄からチェックできます。こちらも参考にしてみてください。